はい、どうもこんばんは。今日なんですけど、タイトルは、愛しのよっちゃんへということで、話していこうと思うんですけど、タイミング悪いなと思ったのは、昨日動画上げてないんですよ。で、何のことを言ってるかわかります？何が起こったのかご存知です。知らない方もいらっしゃると思うんで、まずはじめに、昨日のクソ知事ですね。クソ知事のツイッターの方、2件、ツイートを紹介していこうと思います。まずはこちらです。クソ長えな、本当に。読みます。SNS などの書き込みについて、人それぞれファンのみんなもいろんな意見があっていいと思う。でも同行したものは、スタッフたちがブロックもするし、死を示唆する書き込みなどは、警察に報告しています。昨日も意見を警察に報告しました。僕らはアーティストという人前に出る立場である以上、そういった誹謗中傷は避けられないのかもしれない。でも自分だけでなく他のアーティストたちに対しても、そのようなことがないように、考慮してあげてほしいと思う。みんなこういったメディアを、素敵な場所、素敵な交流の場所にできるようにしようね、とあと一件です、昨日殺害を という書き込みがありました。ケースと話していますということで、ヨシキさんのスタッフの皆さん、どうもお疲れ様ですってね。俺心配したんだよね。だってさ、あんたぼったくってないって言われなかった？逆に事情聴取されなかった？これさ、このディナーショーとかこのディナーショーとあとこれ時間守れねえやつがさ、なんで時計をね、こんなさモデルやってんだよ、このクソ知事って話なんですけど、僕もツイッターの方に、このようにね、残してあります。気になる方は読んどいてください。ヨシキさん心配です。DM くれたら、相談に乗りますよ。殺害予告はやりすぎだと思うけど、まだ知名度があるって証拠だね。頑張れよよっちゃんってね、こういう風に残してあります。で、殺害予告を受けたということで、そのことについて、話していこうと思うんですけど、僕このように、ツイッターに書くと、来ましたよ、コメント。クソ知事じゃないです。クソ知事のスタッフでもないんですけど、こういうコメントが届きました。こいつっていつもディスってるけど、ヨシキさんとかいろんなアーティスト好きなの嫌いなの、何がしたいのかわからん、つまらんしっていうことなんですけど、コメントどうもありがとうございます。まずお前に言いたいのは、この1行目だよね。こいつっていつもディスってるけどって書いてるじゃん。書いてるよな。いつもディスってる、つまんない動画を見てんでしょ。どうもありがとうっていうことで。ねえ、ほんと。SNS だとね、こういうやつは現れるんですよ。で、ヨシキさんが、殺害予告を受けて、ツイッターの方でも、数百件ね、コメント届いております。で、いくつか紹介していこうと思うんですけど、まずこちらですね。ほんとそう思います。悪口とか、マイナスなこととかばかり目に行きますし、しんどくなります。ほんまに、いい環境にもっとなっていくようにと、願いますってことなんですけど、今の日本じゃ無理だよね。で、マイナスなことって、俺の動画は、どうなのか知らないですけど、ツイッターやられてるんなら、わかるでしょ。迷惑行為とかさ、迷惑動画とか、腐るほど上がってね。スシローからそうなんだけど、なんか電車で踊ってるとかさ、警察官のね、パトカーを止めてみたとかさ、なんかね、路上でさ、なんか掴み合いの喧嘩になってるとかさ、迷惑動画とかってさ、上がってると思うんだけど、やたらさ、いいねとか視聴回数ついてるんだね。そういう世の中なんだよね。で、次です。胸がズンとしました。いつの日か、ツイッターで出会った素敵な言葉。言葉は狂気にも花束にもなる。花束を渡せる人になろうね。ひどい言葉を投げつける人に、幸せな人はいないと思っています。今朝2008年の今日を思い出しています。ということでね。これ、むしったんすかね。むしった花をね、一緒に写真載せてるんすかね。で、思うのは、ひどい言葉を投げつける。幸せな人はいない。この方がね、僕の YouTube をご覧いただいてるかわかんないですけど、不幸ではないですよ。幸せかどうかって言われたらわかんないですけど、不幸なやつなんていくらでもいいんだよ。だって俺こうやってさ、週6日で、好きね、好き勝手ね、こうやって皆さんに、バンド紹介だったり、このクソ寿司を紹介してます。これだけで幸せじゃない？で、コメントもらえるんだよ。僕は、ね、ここにひどい言葉ってね、書いてんだけど、幸せじゃない人って決めつけるのはね、どうかなとは僕は思います。で、まだありますよ。悪質な誹謗中傷、心が痛みます。ヨシキさんのことが心配になります。この状況で、発信するヨシキさんは素晴らしいと思いますってことなんですけど、まだ言ってる。クソジジイのスタッフです。クソジジイのスタッフがツイートしております。で、悪質な誹謗中傷、これ難しいですよね。
批判や抗議、意見やコメントってね、その境目というか、人それぞれね、受け取り方の違いじゃないですか。受け取る側の、まあ、判断仕方じゃないですかって思いますよ。だって僕だってさ、ね、例えば、お前そんなこと言われて、なんか嫌な気分になんないのみたいな言われたところでさ、俺数百件は来てるし、全然なんとも思いませんっていうことでね。誹謗中傷はそんな意見とかね、批判はされて当然ですよ。だって俺なんて、ただの配信者ですよ。で、素人ですよ。素人にもかかわらず、まあ悪口だったりね、そういうなんかね、中傷や嫌がらせは腐るほどあります。そんな世の中です。で、あと一件ですね、こちらですね。YouTube にも、YOSHIKI さんやご家族に対して攻撃的なとんでもない動画を投稿している人がいますね。まあ、下読まないんですけど、なんか、この人僕のこと言ってんのかなと思うんですね。まあ、答えていこうと思います。ご家族に対してですね。はい、こちらです。クソメガネの、まあ、昨日のツイートなんですけど、セックスピストルズが、大好きで、ギターも弾けちゃう、ロックが大好きな、ヒバリプロダクション代表のカズヤさんってことなんですけど、誰だよって話じゃないですか。何度も言ってます。去年から、まあ、こいつ金なかったんですけど、まあ、エクスタシーレコードを、まあ、再始動しようと、まあ、動かそうということで、皆さんから3000万も要求してるもんですよ。まあ、3000万を、まあ、最終的に集めたんですけど、活動状況、もう内容何も言ってないんですよ。で、5月にライブイベント行うんですよ。ね、どう思いますか？出演アーティストすらも何も詳細ないですよ。そりゃそうでしょう、言われるでしょう、叩くでしょう。俺がね、こうやって配信者やってるんだ。例えば俺が、YouTube で、VK 紹介したいです。 VK の、メルカリでさ、高額の商品ってあるわけじゃないですか。デモテープやレコードだったりね、まあ、CD もそうなんですけど、高額な商品を買いたいんだけど、お金ないです。お金ないんで、皆さんお金くれませんか？その代わり VK の商品紹介しますよと、まあ、そう言ってんのと同じですよ、このクソメガネ。で、そのお金をもらって商品は紹介しないって、そういうことだよ、このクソメガネって。だから俺は言ってるんですよ。前にも言ったんだけど、地上波だとこんなこと言えないわけじゃないですか。で、アーティストも言えないわけじゃないですか。もうクソジジイやクソメガネ、あ、こいつらおかしくねえかと言えないと思うんです。だから僕は代わりに言ってるんですよね。まあ、それと、バンド紹介もしておりますっていうことでね。で、あと一件というか、これ僕、いいねはついてないんですけど、いいか、ね、気に入った、コメントなんで紹介しようと思います。こちらです。一郎さんのお言葉、僕、他人から嫌われるの大好きなんですよ。だって、その人たちが向けてる僕に対するエネルギーって半端ないでしょう。興味ないが、一番辛いです。無関心が一番辛い。だから嫌われるとか、大嫌いなんて言われたらゾクゾクするんですよ。エネルギーに、幸せと無事をお祈りしますっていうね、コメント残してる方いらっしゃるんですけど、僕これわかるんですよね。だって当然じゃないですか。叩かれたりコメントされたりとか当然じゃないですか。で、僕は思っております。で、あとね、まあ、クソジジイクソジジイってね、なんか誹謗中傷だとかね、なんでこいつを批判するの、YOSHIKI さんなんかしたのみたいなね、そういうね、コメントも多くあるんで、こちらをご覧ください。まとめてくれた方どうもありがとうございます。今までクソジジイが、まあ、XJAPAN のアルバムを出す詐欺を、まあ、言ってたわけじゃないですか。まあ、発言してたと思うんで、それを、2008年から、2020年まで、まとめてくれた方いらっしゃると思うんで、まあ、上の方から、まあ、読んでいこうと思います。まず、2008年の3月に、クソジジイは、復活公演ライブの東京ドーム 3days 後に、新曲を2曲含む別アルバムを出します。まず出してませんよね。で、1年後、2009年ですね、オリジナルアルバムは、年内には出せます。新曲は、5曲ぐらいに入ります。で、年内に出してないですね。で、まず2つ目。で、次、2010年の4月。今年の3月から、レコーディングを開始していて、6月上旬に完成します。まあ、完成してないですよね。で、同じ2010年の7月。アルバムは9割以上完成していて、秋に発売予定です。出なかったら、僕は切腹しますっていうことでね。まあ、クソジジイね、殺害予告がどうのこうのの前に、あなた2010年で人生終わってます。ですよ。これね、約束守るだったら、あなた2010年でこの世からいなくなってます。はい。この下ね、まあ読んでもいいんですけど、あなたこう言ってるんですからね。まあこのね、動画ご覧いただいてから、これよく覚えててください。スクショしても何でもいいんで。この人2010年でこう言ってますから。
まあつまんないんですけど、下からいきますね。一応読みます。2011年 XJAPAN のアルバムはすで、に 99.5% 仕上がって、 0.5% はどこ行ったの？お前の都合でしょ0.5% で、1年後2012年、特にアルバムに関係する発言が公の場でなくなった沈黙期間0.5% どうしたのよ。本当もうできてんじゃないの、2枚か3枚ぐらいね。で、2013年、アルバムはいつ出るとかもう言いたくない、アルバムはもう出ないと言った方がいいんじゃないかな。この時点でもうイライラしてる方いらっしゃると思うよ。僕は思ったんですけど、去年のラストロックスターズを結成するっていう、まあ新バンドの発表が10月でしたっけ、去年10月と11月にあったと思うんですけど、この頃からまあ批判コメントって多かったわけじゃないですか。まあファンの方ならご存知だと思うんですけど、えって思われた方いらっしゃいますよね。 X でもないわね、ね、活動ね、ヨシキとしての活動ってラストロックスターズって何なのって、え、何言ってんのこのクソジジイってね、思った方は多いと思います。で、まあそれ以前に、まあこういうコメント、これファンの方がまとめてくれたと思うんですけど、まあアルバムを出す出すって言ってね、これ2020年までなんですけど、まあ一番最後読みますか。最近は XJAPAN という言葉を聞くだけで、ジンバシンが出るようになってて、アルバムの話はもっと嫌になっている。今はアルバムを、まだ出したくない、出したい時に出しますってことなんですけど、クソ指示よく聞けよ。じゃあこれすんなよ。これするなよっていうのと、XJAPAN っていうさ、ツイッターにタグ付けすんなよ。って思いません？なんで XJAPAN ってタグ付けすんの？で、これすんの？意味わかんなくね。はい、ということでね、まあ皆さんがどう思うかわかんないんですけど、まあ僕のチャンネルでは、まあバンド紹介もそうなんですけど、皆さんに正しいかどうかはわかりません。正しいかどうかはわかんないんですけど、まあクソジジイがどう考えてるか、まあこのね、2008年からね、まあ今に至ってるわけじゃないですか。出ると思いますか？アルバムもそうですし、XJAPANも。まあね、まあそれでもね、わかりますよ。影響力の違いで、こんな素人が言うよりね、まあクソジジイが言った方が必ず右行くじゃないですか。クソジジイが右って言ったら右行くんですよ。はい、っていう感じで、まあ皆さんも、まあいろんな意見あると思うんですけど、まあ応援するファンはね、応援してあげてもいいんじゃないですか。うん、まあただ、まあルナ、去年のルナシーからね、ルナシーの夏の動画から僕言ってるんですけど、こいつらが活動し続ける限り、まあこのクソジジイだけじゃないですよ。ルナシーやラルカグレーもそうなんですけど、批判コメントは間違いなく増えますよ。それは俺じゃないです。俺がみんな俺のこと聞いてくれとか仲間になってくれではなく、皆さんがそう思うんですよ。なんでそう思うか、それは、全アーティストがね、胸に手を当てて、俺たち何か思い当たるしないのかなと、まあね、1ヶ月とかね、数ヶ月ぐらいね、時間を置いて考えた方がいいと思います。で、これ最後に、まあ、クソジジイのツイッターが、まあ、先ほど更新されたんですよ。で、皆さんに紹介したいんですけど、まずこちらですね。まあ、スターになると、いろいろ言われるよ。もう、この時点で調子に乗ってるからね。なんて言うと、もっといろいろ言われそう。作曲、レコーディング頑張ります。ということで、僕はこのようにね、ツイートしました。よっちゃんごめん。俺 YouTube やってるんだけど、あなたのことをスターと思ってる人は、視聴者も俺も含めていないんだよね。何の作曲するのか知らないけど、また何かあった、何かあれば相談に乗る。このように載せてあります。で、あと一点です。俺って強いのか弱いのかよくわからないけど、前向き、みんな応援してくれてありがとう。みんなも頑張れよってね。なんか俺がさ、ツイートしてるようなことを真似して書くなよってね。頑張れよよっちゃんって俺ツイートしてるな。やっぱこいつ見てんのかな。まあ見ててくれてもいいですけど、っていうことで、ね、誹謗中傷と取るのか、まあ批判というかさ、まあ意見と取るのかはね、まああなたの自由でいいと思います。ただ、皆さんが思ってるのは XJAPAN はどうなったのか、それだけだと思う。なんでこれやってんだと、なんでラストロックスターズで、まあ、X の曲をやってんだと、しかも客に歌わせてんだと、意味不明っていうのはね、皆さんの本音だと思います。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。